の植木、右の宮澤、スピードがあります。中盤若い長谷川、もみき、宮川、そして選手との連動性ですね、このあたりのバランスがどうなのかというのはね、見ていきたいなというふうに思います。ボールをキープしているのはベレーザの14番長谷川、ボールを失いません。岩清水からの長いボール、こちら6番の左サイドバックのベテランの有吉、そして14番の長谷川からのグラウンダーのパス、いいですよ、もみき、失礼、宮澤からシュート、サウでこの残留を決めた仙台。さあベレーザ、仙台はボールを奪うと縦にシンプルに入れます。今は浜田の足元だったんですが、もう一度ベレーザ、この位置に14番の長谷川、宮川とのパス交換、長谷川が下がってサイドに振っていきます。そして4連覇を果たしました、その永田監督です。東京ヴェルディや千葉の下部組織などで指導に当たりました。またサイドを使っていきます。サイドにこのスピードのある植木、10番のもみき、今度は清水の方が高い位置でプレッシャーをかけて奪い返そうというベレーザ、この辺りの切り替えは早いですよ、長谷川、清水、細かくパス交換をしながら倒れてファウルありません。もう一度、今度はベレーザの方が高い位置で奪い返しているという攻撃、長谷川うまく裏を通そうというパス、最後は相手に当たって出ました。ゴールキーパーのところまで安本がプレッシャーに行きます。本当に立ち上がりから仙台の選手がかなり高い位置までこうしてプレッシャーに行く形、またキーパーの山下にプレッシャーに行く安本、このプレスをかいくぐられたときにどうするのかというのはね、一つポイントですよね。右、そして左も上がっている、右サイドから宮澤、追い越す動き、清水を見ながら中央選択だ、シュート、長谷川決めた、前半14分先制。ベレンダイの前からのプレスに苦しみながら、そのプレスをかいくぐって最後はこのチャンスを逃さなかったベレーザ。右から清水も上がってきた中でここは中央選択、長谷川が決めたというこの得点シーンだったんですが、いかがでしたか。いや、流れるようなパスワークでしたよね、仙台の高い位置からのプレッシャーには苦しみましたけれども、そこを一つかいくぐってからのゴールですので、やはりね、そういったところの、ね、狙いというのは選手たちの一つ大きなポイントになってくると思います。仙台はこの位置に小野、長谷川が厳しくプレッシャーに行って奪い返しました。日本代表の長谷川、そして先ほどイエローカードをもらった有吉。今日の試合に関しては長谷川選手は少しこう後ろのポジションからこうボールを組み立てている、試合を組み立てているような印象ですよね。ここもその長谷川から宮澤へ。そうですね、本当にベレーザの狙いとしては、選手がこうワイドにポジションを取って広くピッチを使うことでこう空いている選手をこう作っていく、やはりそういったことがうまさありますから、そこにこうしたワンタッチパスを入れながらというベレーザ、まあ、しています。向かうボールファーサイド流れて橋本、ゴール前に調子の選手残っています。マイヤ22歳左サイドバック上がってクロスを上げますが、ここはゴールキックです。清水からのボール、もう一度収めたベレーザ、長谷川が間で受けて宮澤を走らせるスピードがある、ここはなんとかマイヤがついていました。ゴール前には田中がいて、その田中側に対してこの酒井が見ていますが、いいボール入りましたよ。フリーで受けた、もみき、もう一度有吉が外を回る、奪い返した、宮澤ここで奪えればというところですが、奪えません。仙台、有吉倒れない、シュート、曲がる、長谷川、今センターバックのドコーはポジションに戻っています。そのドコーからもみきへ、長谷
長谷川クロス、おっとちょっと今当たってしまったという。ベレーザとしてはそのゴール前まで迫る中で最後の崩しというところ、まあ、仙台としては粘り強く守りながらということになりますかね。そうですね、あとはできるだけ、ね、高い位置でボールを仕掛けていくのかというのは今後一つ課題になってくるのかなというところはありますね。あっと長谷川、ここは安本が戻りましたね。キャプテンの安本、柏本、うーん、長谷川が今度は戻っています。いや今日は本当にこう攻守にわたって非常に効いてますね、長谷川選手。日本代表の主力としてもアジア制覇に貢献したこの長谷川、14番豊富な運動量、その長谷川から少しノールック気味のパス、宮澤、そして宮川、再三監督からの指示を受けている宮川からまた有吉、そしてセンターバックの岩清水がこの位置です。また宮川から長谷川、相手を押し込んで長谷川のロングシュート、少し距離のあるシュートですね。安本選手まで見えてましたからね。あとはそのラストパスの精度の部分だけでしたね。いや大きなチャンスを作りかけた仙台、一方ベレーザの方はまたこう長谷川がセンターバックとサイドバックの間へのパスを通そうとしました。仙台はブロックを作って守っていますが、こぼれ球、あっとベレーザがセカンドボール拾う、アドバンテージ、長谷川切り返してシュート、コース変わった、斉藤、いい位置で奪いましたよ。両サイドバックが高い位置を取っているのでスペースがあります。仙台、宮澤が戻る、ただ逆サイドいます、そこの前でキャットされた長谷川、さあカウンターだ、長谷川さん逆サイドも一人いる、手前から宮澤も来た、あすごい勢いで田中も来た、田中だシュート、すごい勢いで田中って最後シュートまで行きました。いや田中の今の攻め上がり、スプリント力もすごかったですね。いや非常に素晴らしかったですね。仙台は10番の浜田、そして9番の小野の前線、前にスペースがあるとこうして自分で持ち上がっていくベレーザ、サイド、あまた長谷川動き出している、その長谷川へ、長谷川がおっとパスミスになった、もみきクロス落とす、長谷川、まだある、防げるか仙台、ベレーザ3点目を狙う、押し込んだか、押し込んでいった、最後は田中選手ですかね。最後は田中、うまく折り返してそこへ長谷川選手が入ってくる、でまあここねまたついてるところで最後田中選手が押し込むというね。間で受けて今長谷川がゆっくりとゴール前にいます。もみきと長谷川が本当にいろんなところに顔を出しています。そうですね、今度は田中、その近くに長谷川がいる、この位置長谷川、近くにもみきもいるが、そのもみきへサイドを変える、中で引きつけて空いた外のスペース、清水、10番の浜田と14番の端が2人並ぶような形、右に安本、前から少しプレッシャーがかかっていたときはチャンスを作っていた仙台ですが、もう一度ベレーザはこの清水が後半再三高い位置を取って攻撃参加、そしてこの長谷川自分でドリブルで持ち上がる、代わって入った17番の三浦からサイドを変える、有吉、スルーした、見えてますよ、宮川、もう一度長谷川、宮川との連携からシュート、素晴らしい連携から4点目。いや非常に素晴らしいゴールでしたね。若い二十歳の宮川、前半再三前にもっと運んでいけと言われていた宮川ですが、この後半自らも得点、ベレーザはキャプテンの田中を下げそうです。
田中に代わって前線小林を投入するというベレーザ。最後までしっかりと得点を奪いに行けるかどうかですね。代わった畑中からキャプテンマークを受けた岩清水、その岩清水から隅田、プレッシャーをかわしながら長谷川、余裕がありますよね。奪われませんね。大きな展開で、ここでもう清水選手ノーファンで奪った。前、高さの選手がいる。長谷川、ここからつなげていくベレーザ。前にそれほど人数はいませんが、一気にベレーザの選手も上がってきた。また長谷川が顔を出した。いやー、ファールを受けて倒れ込んだ長谷川。加藤さん、本当にこの長谷川という選手はいろんなところにそのポジションにいるんですよね。清水選手も後方から非常にいいタイミングで上がってきますので、相手ディフェンスからするとなかなかこう掴みづらい、やはりそういった状況を作りながらオーバーラップしてきますね。仙台は最後の交代、中盤の佐藤が入ります。主にボランチを務めることが多い佐藤。ベレーザが一気に3得点、点差が開く厳しい状況の中で仙台もカウンターから得点につなげていきたいところ。こぼれた、長谷川、ここは斉藤。清水から長谷川、こういった場面で常に顔が上がってますからね。早い攻撃というのが仙台の持ち味なんですが、なかなかこれだけ点差をつけられて押し込まれている中で自分たちのボールをつないで相手陣内に押し入ると攻め込むという場面がもうこの時間ではほとんど見られません。斉藤のセーブだけではもうさらに失点していてもという場面も、そうですね、はい。清水は後半積極的な攻撃参加が光っています。長谷川、ボールを失いません。よく見えてますね。まあ、ここまではその仙台にセットプレーのチャンスを与えながらも得点を許さないという形。今シーズンの国内3大タイトルを狙っているベレーザです。ベレーザとしても3冠ということになればクラブ史上初。特にあの永田監督の非常に選手たちにとってはこう目指すところはもっと上にあるわけですもんね。そうですね。選手だけではなくて、はい、やはり守備の選手 の, そのビルドアップに関しても非常にどういった持ち運び方をするのかという、やはりそのあたりの要求が高いというのチャンスですか。チャンス受けてシュート、5点目植木のゴール。少しこのちょっと表情は渋いようにも見えました。うん、そうですね。いや、まだまだといったね、そういった表情に見えますね。ここも長谷川選手がね、はい、うまくこうトリッキーなプレーを入れて最後植木選手というね、まあ、特にこの後半ですね、右チャンスですか。端ゴール前に今北原がいますが、酒井もいますが、ここも最後シュートまでいけません。後半のアディショナルタイムは3分です。ここは仙台時間かけたいですよ。人数的にはベレーザの方が優位。サフリーになっている、切り返す、まだある、残してシュート、6点目。なんとか1点というね、はい、そういった思い伝わってきますよね。奪った、チャンス、あーっとマイナスのファウルになってしまった。バスがずれてしまった。いや、相手のミスもあって今酒井のところ、今度はベレーザ、カウンターですよ。馬力のあるこの長谷川の持ち上がりから、大きなチャンスを作りかけた仙台です。まあ、前半途中から、前半の立ち上がりからもう何度もチャンスは作っている仙台なんですが、1点が遠い今日のゲーム。ちょ
とルーズになっている。アディショナルタイム3分台に入っています。ここで長いホイッスル。6対0仙台を破ったベレーザ。攻撃の要でありますし、スイッチを入れる選手でもあるので、はい、まあ、得点も取れる選手ですので今日は注目していきたいですね、はい、その桃木選手と長谷川選手をどう捕まえるかっていうところがポイントになってきますね。今前目の右寄りのところに長谷川です。長谷川が今度は右サイドにポジションを変えてきました。ボランチの選手がここで1人蓋をしています。柴田です、キャプテン。さらにただここは中盤に人数が多いのはフォーメーション的にはベレーザの方になります。奪って小林、さあ縦に仕掛けていく。サイドバックが奥上がってきました。長谷川の前カット、ここから仕掛けていくキャプテンの柴田。あ、すぐ戻ります。攻守の切り替えが早いベレーザ。あの両チーム攻撃守備の本当に選手層が厚いので、はい、誰が出ても遜色ないと思いますね。その中でこの15番の宮澤はルーキーです。ただ定位置を掴んでいます。長谷川高い位置で奪った。田中ワンツーで長谷川、足元を収めてさらにパスをつないでリターンが来た。ペナルティーエリアの中でもつないでいく。あの先ほど正木監督のコメントを字幕でもご紹介しましたが、とにかくその受けに回らずに自分たちから仕掛けていくということをかなり強調していました。田中美奈に入る、ターンして左小林、サイドバックの有吉がペナルティーエリアにもう侵入しています。小林奪い返して長谷川です。ミドルもあります。長谷川からワンタッチ、もみき裏に面白いボールが出てきましたが、その狙いは見えている。ここまでの20分余りです。稲垣さん、はい、ベレーザの永田監督ですけれども、両サイドバックにもっと中でいいぞという声が出てますね。あ、そうですか。その両サイドバックですが有吉です。左サイドバックもっと中という話がありました。長谷川、さあ有吉が中に入ってきました。ペナルティーエリアの中入ってきている。長谷川がドリブルで侵入します。20歳以下日本代表の宮澤、中に仕掛ける。縦への突破が得意な選手ですが、縦田中美奈ちょっとゴールまで遠いところでボールを受けます。今シーズンワントップとして得点王にも輝きました。リーグ戦と読んでいた南がいい対応を見せました。ちょっとここはレッツにファール、ベレーザボールです。長谷川セットしてすぐに始める。もみき、前には田中美奈1人、そこ足元田中、なかなかこうシュートコースが開かない。ここで入ったチャンスだ、小林のシュート。探すことができるので、はい、少しそこでボールを運べっていうことかなと思いますね。さあそのベレーザの最終ラインです。岩清水です。長いボールを蹴ってきました。今日あまり多い形ではありませんが、さあ最前線に収まればチャンス。長谷川、さらに1人入ってきた、こぼれる。岩清水のロングフィード、あのディフェンスラインからのロングフィードってあまり多くなかったですね今日ここまで。そうですね、まあ、でもつないでいくのに少し、はい、あの難しい。ここにかかる、縦に抜けるプレーが持ち味。ここで1人振り切って中に2人入ってきています。3人入ってきている。あ、しかしフォワードの高橋が戻ってここは対応します。レッツ長谷川です。運動量の非常に多い選手でもあります。ドリブルで運んで、あっと、もみきとディフェンスラインにプレッシャーに行かない分、中盤の選手に入った瞬間にはこうガツンとしっかり行きますよね。ある程度そのボールを奪いたいポイントというのが各選手の中でレッツは整理されているということなんでしょうか。そうですね、はい、ロングボールを蹴らせるか、中盤で降りてきた選手にプレッシャーをかけて取りに行くかっていうところではっきりしていると思いますね、はい、ここで長いボールサイドを変える。宮澤サイドバック、清水追い越していく。中に田中美奈が上がってきた。宮澤ドリブル使って、もみき前が空いているチャンスだ。ターンしてサイドバックの有吉、裏小林のシュート。ストライカー対決でもある今日の試合です。もみきがかなりここも下がって組み立てます。前に長谷川です。長谷川と縦関係、そこに入る。さあ前田中美奈が走り出していますが、人数は列の方が上回っている状態です。右サイドバックの清水も攻撃参加意欲は旺盛です。宮川ドリブルでかわす。さらに細かくつないで長谷川、中に2人、クロスが入ってファーサイドから入ってきた。小林足元チャンス、田中のシュートだ、決まった。前半終了間際に均衡を破った日テレベレーザ。いや決して良くない
時間帯ではありましたが、はい、しかしエースの一撃で崩しきりました。そうですね、田中選手自身もそこまでシュートは打ってないんですけども、はい、こういう少ないチャンスを決めきるということは本当にここもチャンスになる。アーリークロス気味のボールが入ってきました。この1点両チームに与える心理的影響ってかなり大きいんじゃないでしょうか。大きいですね。ベレーザの方は本当に戦いやすくなりますね。さらに清水就任しました。ですから今の代表選手の若いうちからかなり継続的に指導しているという部分もあります。来年フランスでワールドカップが行われます。1次リーグアルゼンチン、スコットランド下がって、ね、組み立てに参加しているという先ほどリポートもありましたが、はい、高い位置に上がってスペースを埋めるというような動きもしています。はい、ベレーザの選手に聞くとそのアンカーの選手がうまくバランスを取ってくれるからサイドバックが上がりやすいという話もねしています。楽しみな選手が多いですね。そうですね、しっかりボールも蹴れる選手なのでどんどん成長していってほしいですね。20歳以下の世代は今年日本は世界一になりました。清水、田中美奈、ワンタッチ右に宮沢、縦への突破力があります。裏に出たサイドバックの清水が上がっている。まもなく後半開始から15分という時間帯です。長谷川キープ前を向く、激しいタイトなディフェンスです。センターバックの長船がここは対応します。1メートル70センチあります。浦和レッズディフェンスラインには高さがあります。ここは田中美奈に対して南、長いボール。浦和のディフェンスラインもその1対1の局面というのはかなりレベル高いものを今日出しているような印象もあります。そうですね、本当に、はい、足元をもう強く奪いに行っているので少しこうベレーザの選手もやりづらさ感じていると思いますね。裏を取った植木、このままスピードに乗っていってここでクロス、長谷川が蹴ります。ですから5人密集しているベレーザの選手です。少しばらきました。岩清水がニアに出てきた、中央だ、ヘディング、ヒットしましたが枠は捉えませんでした。植木のヘディングシュート、今音でも分かりましたが完全にジャストミートしていました。そうですね、レッズも攻撃陣見ますとベテランのストライカーの安藤がいます。それからスピードのある清家、中盤のアタッカーの加藤、こういった選手が攻撃できるならば考えられます。宮沢に入ります。左からの崩しが少し多くなっているベレーザですが、この時間帯宮川縦に長谷川ワンタッチ、中に入っている宮沢、前に2人、田中美奈ワンタッチで長谷川だ、いい形で入ってきた、前に出る、左から植木も来た。右膝を痛めました。前十字靭帯半月板、全治半年以上というですね大怪我になりました。過去3回のワールドカップかなり今日乗ってるんじゃないですか。そうですね、本当にあそこで仕掛けられると対応しづらいですね、はい。それから前の試合は先発でしたけれども今日はまたベンチスタートになりました。そういう時って選手ってやはり燃えるものってのはどうですか。そうですね、途中から出てこう、うん、絶対こう次スタメンで出たいと思うので、はい、結果出してやろうっていうのは一番思ってると思いますね。後半も折り返しを過ぎています。サイドバックの清水、運んで長谷川ワンタッチ、ここもいいワンタッチのボールです。やはりこう後半になると自分たちが思っている以上に前半のようなプレッシャーもかけれなくなってくるので、やはりこうどこかでスイッチを入れて全体でこうもう一回こう前からプレッシャーかけていくということをやっていかないといけないと思いますね。今ちょっとこう何分かはできていないかなっていう印象ですね、はい。長谷川、宮沢、サイドバックの清水が追い越していく、スペースに出る、ディフェンスが広がる。稲垣さん、はい、レッズベンチはですね、長谷川優衣のポジションをすごい嫌がっているようで、あ、そうですか。ボランチのこう裏のあたりに入ってくるとそこをちょっとちゃんと見てよっていうような声がベンチから飛んでますね。さあ、その長谷川です。ここはボランチの横でボールを取りました。サイドバックに移った宮川、そして植木が徐々に短くなってくると一つ一つのプレーの重みも増してきます。残り20分を切っています。奪いに行く、奪った、高橋前に1人、
サイドバックの長島、いや遠藤だ。一つサイドの遠藤がいい、ここ行きたいですね。ベレーザのディフェンスラインがちょっと嫌がるという場面がありました。そうですね、今も17番三浦選手を切りながら行っていたので、はい、こう蹴らざるを得なかったですよね。さあ長谷川のポジション取りがちょっとあのレッズが嫌がっているという話もありました。少し下がり目から前に送るもみき。田中美奈ももちろん2点3点と狙っていることと思います。その田中、ここは柴田がつきます。清水、いい形で縦に打ち込む長谷川です。相手がいないところによく顔を出しています。三浦、長谷川、今度は下がってボランチの後ろのスペース、右から宮沢、クロスが入る。レッズはどこでボールを奪いに行くか。ここでキラがプレッシャーをかける。ここでスイッチを入れる。少し中盤の選手も上がってきました。田中美奈、長谷川展開、宮沢。前線の2人とのイメージは違ったでしょうかね、今のボールは。そうですね、少し前に行き過ぎましたね。残り10分を切りました。皇后杯準決勝第1試合、前半43分にベレーザエース田中美奈のゴールで先制。後半は両チームまだ得点がないという。来ますがライン終わっています。ボールはレッズ。もう一度取り返しに行くレッズですが、奪ったベレーザ植木。植木のスピード、ただ中盤が戻ってきているレッズです。開いたもみき、サイドから長谷川が追い越していきます。しかし三浦のいい対応、前に出していく。もう一度前からプレッシャーをかける浦和。残り3分、もう行くしかないですね。差は1点です。菅沢が山下にプレッシャーをかける。右の遠藤も行く。菅沢が逆サイドに来た。ここは少しもうリスクをかけに行っていますね。はい、ただそれを剥がしてベレーザ長谷川、この展開。残り1分30秒、前半43分に田中美奈のゴールで1点を先制している日テレベレーザ。ここまでリード、このリードを守りきれば3冠に王手がかかります。途中出場で今日再三の突破を見せている植木からワンツーを使った、抜けた、チャンスだ、植木シュート、南をブロック。アディショナルタイムの1分台に入りました。ここで試合終了、1対0、接戦を制しました日テレベレーザ。2年連続の皇后杯決勝進出、三冠に王手がかかりました。ベレーザはゴールキーパーからビルドアップをして戦いたいという、もう年間通して続けていることを今日も思い切って発揮したいというところですよね。10番のエース田中美奈、早い出足で奪って7番は中島。今日は杉田とダブルボランチの形、この7番と8番です。ヘディングでつなごうとしたところ、途中でカットを湧き出すように選手が上がっていく。ベレーザうまいタイミングで一人選手が上がってくる。サイドバックを使っていく。6番は左サイドバック、経験豊富な有吉です。そして攻撃の鍵を握る運動量豊富な司令塔長谷川、縦にボールを入れていきました。下がって受けに来ました。17番はボランチ、アンカーという表現をしますが、一人で中盤の下がり目を務める三浦です。ファールがあってベレーザボールのフリーキックです。早く始めた。今日の主審は梶山房子さんです。さあベレーザのチャンスですが、やはり強力ですよね。外に逃げても1対1が強い、中に入って受けてもやはり技術があるので、外していく技術、高さ、それはやはり面白いですね。ただこのパスがまた届かずにロングボールを狙ってきました。つなぐベレーザ、早い出足で対抗する、応戦する神戸。ちょっと選手が1人痛めています。10番のもみき、機動力ある司令塔。14番の長谷川、岩渕が厳しいディフェンスに行く。いいですね、この球際の強さ、自由にさせないっていうのがすごく出てますね。はい、もみきと長谷川のパス交換、テクニックのある2人です。10番のもみきは左利き、スルーパス。どれだけ守備頑張れるかっていうところがすごくポイントになってくると思いますので、はい、今前に行ったりですとか、後ろに下がってディフェンスラインに入ったり、いろんな守備をしてますので、そこがポイントですね。ここも狙っていたのか、杉田チャンス、岩渕には通さず。しかし強化は8番杉田、左足からのいいパス出しが持ち味の選手です。
岩清水はロングボールフィードにはもう定評のあるプレイヤーです。ただここはどことのパス交換です。センターバック厳しくいった、厳しく杉田が行きました。長谷川をかわっと、さあしかし立ち上がりに3本立て続けに神戸がシュートを放ったというのが手元の集計なんですが、神戸も8分以降はシュートまでは行っていません。スライディング入る、キャプテン中島、長谷川奪った、田中サイドを使う、宮澤入ってきた。セットして下がって守るということは今日はしないと思いますね。あ、そうですか。前からこうプレッシャーをかけ続けて、相手を自由にさせないというサッカーを、ね、90分間やるんじゃないかなと思いますね。千葉とのゲーム延長120分までを戦いました。延長終了間際の京川の素晴らしい裏への抜け出しからゴールが決まって、田中美奈が入ってきた。しっかりとした鮫島のカバーです。植木はこれが準々決勝にからの2試合ぶりの先発ということになります。もみき、長谷川、先ほどの植木の放ったシュートが今日のゲームベレーザが初めて放ったシュートです。スルーパスを狙う、よく多く動いて後ろの選手のパスコースをたくさん作ってあげてくれと、そういう指示も出ています。今日はアンカーのポジションに三浦の先発、まあ、前のゲームなどでは、まあ、本職ではないサイドバックの宮川を起用していたんですが、今日は三浦先発です。ここは田中が降りてとか、なかなかこう女子選手では多くはないんですけども、はい、やはりこういうの一つの魅力ですよね。面白いですよね。この1年をかけてベレーザが築き上げてきたスタイル。14番の長谷川が今度はここにいる、シュートを打ってきました。ミドルシュートを狙ってきました。枠を捉えていたでしょうか。しばらく、まあ、10分ほどシュートがなかったということで、長谷川も少しリズムを変えていこうというようなミドルシュートです。宮澤から横パス、田中、うまいターンから土光、そして岩清水、長谷川が隙間で受けて、もう一度ボールを引き受けて逆サイドを見ている。サイドバックの清水がここクロスボールは、まあ、ハーフタイムには高倉日本代表監督にもこの放送席にお越しいただくことになっていますが、まあ、その高倉監督が若い世代の代表をなかなかこうそれが全てがハマるとは思ってないと思いますので、こうお互いに理解したゲームだというか、想定内のゲームだと思いますね、はい、なのでやはりこう大きなミスをした方が少しこう、まもなく前半の45分が終わろうとしています。2大会連続13回目の優勝を狙う日テレベレーザと2大会ぶり7回目の優勝、さあ後半の45分、サイドバックからセンターバック、高いポジションで奪って、出足よくベレーザの選手たちがボールを奪おうとしています。をかけてもう少し前で動かしたい、はい、サイドから行くマスヤ、この人の先制ゴールです。中央2人クロスボール、いいボールだ、面白いボールでしたが、もう1人入ってきていればという形でした。まあ、1点を追わなければならないベレーザですから、よりこのボールポゼッション、そのパーセンテージというのは高まっていく。どうぞ、矢野さんのお話で早く動かしていくというお話もありましたが、まさにベレーザのベンチからはパススピードを上げていきなさいという指示が出ています、はい、それからボールを失った直後に下がるなと、すぐ取り返しに行けという指示も出ていますね。なるほど、まあ、パススピードを上げていきたいという話、まあ、芝の話でいうと、あの準決勝の時にはこの戦いを終えた選手たちの中にはちょっと芝がサイドに預けて、左サイドバックは有吉、その前に植木がいます。19番左のウイング、インサイドハーフのもみきは中、長谷川が前、杉田のカット、もみき、長谷川いい形で奪った。逆サイドに3人、田中美奈スルーパスか、いやサイドを使う、清水上がって、そこに対してやはりこう若い選手に対してもうやらせないぞっていうのはね、しっかりと見せてほしいですよね、はい、長谷川のターン、中島が少し遅れた、代わって入った宮川がオーバーラップ、植木、
長谷川、宮川が中へ行きます。13番が宮川、この19番は植木。長谷川の、まあ、この対応に行った杉田の動きを予測したかのような今のターン。本当にいろんなことが長谷川選手は見えてますね、はい、少しずれているというお話が矢野さんからはあったんですが、そうですね、今も田中選手狙いはファーストタッチでも打てるところに置きたいと思うんですよね、またはこう足元に打った後に2タッチ目ですぐプレーできるようなところに置きたいと思ってるんですけど、なかなかそれがねまだうまくいってないですね。なるほど、サイドバックは非常に高いポジションを取りますし、まあ、なんといっても神戸の最前線の強川はそうしたスペースをうまく使える飛び出せるタイプのプレイヤーです。いい形でしたね、こう中島選手がよくボールを持ってね冷静に、ね、対応してましたけどね。杉田、長谷川、田中、前にもみき、サイド巻いている、逆を使う、ちょっとゴールまでは遠いところでしたが積極的に狙っていきました。さあまたこの時間手元の集計を見るとベレーザの方に少しシュートがなくなってきました。植木、あ、間合いを測りながら植木対高瀬、植木、宮川入ってきた、クロス、田中、まだある、シュートも見て逆転ベレーザ。先制したのは神戸、前半の42分マスヤのゴール。ただ後半の9分という早い時間帯にベレーザが追いつきました。そして後半の26分なければならないですか。そうですね、前から行きたいというのはあると思うんですけども、ただこう時間を考えながらこう、ね、まだ時間はあるので焦って焦って全員で前がかりになってしまうと、はい、こう岩清水選手からの背後の一発というのもありますのでね、そこには神戸は気をつけなければいけないですよね。まだそうすると我慢というような守備のところをもう一度頑張らなければいけないですね。そのサイドが自由になっているというのは、あの1対1の対応のところで後手を踏んでいるということなんですか。そうですね、前半はやはりそこをなんとかこうサイドハーフと一緒になって守ってしのいでたところが、やはり今1対1を作るようになってしまっているので、はい、まあ、守備の部分された直後、神戸の選手の多くは場内に再生されたその得点のシーンを見てですね、どう崩されたのかということを冷静に見つめていましたね。あ、そうですか。あっと入れ替わる、中島、ワンタッチでいいパスが出てきた、強化は流れて岩渕、通しませんでした。長谷川引っ張ってしまいました。ベレーザボールです。非常に定評のあるプレイヤーですが、今も落ち着いて決めました。いや、準決勝といい大事なところでの強化の活躍、働きというものが矢野さん目立ってますね。そうですね、準決勝もコーチングスタッフから指示が出まして、ディフェンスラインには少し高い位置を保つようにという指示が出ています。まあ、全体がどうしてもこのゲームの終盤間延びをしてくる中で相手に使われるスペースというものが多くなってきますが、中で神戸の方は改めてになりますが、矢野さん120分戦ってるんですよね。そうですね、はい、疲労は全く感じない、もうプレーと気迫は感じますよね、はい。まあ、この2日間は今日もサイドで躍動していますが、こちらが宮澤、あ、植木がまたタッチラインに近いところにいて、いい話し方ですね。さあそしてここでまた1対1だ、立ていく、あっと倒れましたが笛は鳴らず、ファールはありませんでした。永田監督はなんでだというふうにテクニカルエリアの外まで今出ていけました。長谷川、もみき、田中、長谷川、ショートのこのベレーザの距離感になってきた。ここで大きな展開、ワンタッチでシュート、宮澤でしたか。ゴールキーパー竹中、強化は、まあ、非常に高いディフェンスラインを設定しているベレーザのところ取りきれないと、あっと逆に入れ替わる、本当に攻守が目まぐるしく入れ替わる展開になっています。もみきから植木、宮川、作り直します。
マスヤから岩渕、あーここも岩清水ですね。サイドに預けます。預けた途端にサイドバックが追い越していきます。長谷川、清水、宮沢、長谷川、運動量衰えずスルーパス、あそちらに行きましたか。結構あそこで仕掛けるペナルティーエリアに侵入するっていうのは相手にとっては怖いし嫌なことですよね。さあ代わって入ってきた小林がどんなプレーを見せるでしょうか。選手の紹介をお知らせします。右サイドから仕掛ける宮沢、中を割って狭い局面を崩していこうというベレーザ、広いところを使ったもみき、クロス、シュート、ブロック入った、ナイスディフェンス。岩清水、どこをもみき、もみきです。このボランチの横のあたりでもみきが受ける、その前に長谷川がいる、そして宮沢が中に入っている、流動的になってきた。清水のクロス、もみきも今日2点を決めましたので今大会6ゴール目ということになってチームトップの田中湊を並んでいます。その10番のもみき、14番の長谷川、いやこの2人の運動量というのはやはり、これも杉田が高いポジションでボールを引っ掛けに行きます。いや中央でつないでいこうというところにはもう杉田がかなり高いポジションを取ってベレーザのボールを奪い切ろうとするんですが、しかしそれによってできるこうしたスペースを長谷川が使う。神戸本来はこの伊藤美希はボランチでプレーをすることが多いんですけれども、前の準決勝と同様に左のサイドハーフのポジションに入りました。田中フリーという声を受け、サイドの運動量を上げるということで伊藤が左サイドハーフということかもしれません。まあ、ボランチタイプのプレイヤーです。バランスを取ることもできますしパスワークにも長けています。左サイドも空いている、そこを使うもみき、小林の前クロス、田中、8番杉田、ロングフィードも正確ですがよく体を当てた長谷川のプレーです。自由にさせませんでした。三浦、さあどこでボールを取れるかということになってきますが、サイドに預けるのはベレーザです。長谷川、杉田がプレッシャーに行く、ここで取る、しかし負けじと奪い返す長谷川。アクションは今こう日本代表でいろんな、ね、国の選手と戦っているだけあって、そういうところの駆け引きも国内レベルではこうなく世界レベルで今できているんじゃないかなと思いますね。そうですか。ハザと鮫島のセンターバックのコンビになっています。岩渕がサイドハーフにポジションを移しました。さあ道上が最前線に入った、並びを少し変えてきた、やはりこうやって前で引っ掛けることですよね。そして高さからのクロスボール、道上に収めます。収まりきらず土光が粘り強く対応しました。道上とそして京川という非常にパワフルな、どこで奪うか、どのタイミングで奪えるか、神戸のディフェンス。長谷川、もみき、ここも前を向く田中、3人の選手交代のカードを使ってきた神戸ですが、とサイドの1対1になります。逆サイドを見ていた小林のシュート、人数をかけて何かをしたいというところがあって、こう近づいてプレーをしてほしいというのを伝えているんだと思いますね。はい、まあ、そこの道上にうまく収めることができれば
抜け出しのタイミングはうまいものがある強化はシュート枠を捉えていましたという気持ちがすごく出てると思うんですけど、それをいかに冷静にまず1本取れるかですよね、はい、そうですね。まずは1点、延長後半7分から8分になろうという時間です。ベレーザは3人目の交代、隅田が用意しています。隅田ですか、中盤のプレイヤーです。残り5分を切りました。元日決勝、皇后杯のこの舞台、今シーズンこの最後のタイトルを獲得するのもベレーザということになるでしょうか。このタイトルも取れば国内の3つのタイトルすべて制覇、三冠制覇ということになります。田中からもみき、中に入ってきた、チャンス、隅田がいる、シュート。アディショナルタイム2分台に入ってきました。今長い笛が鳴りました。試合終了、日テレベレーザアイナック神戸レオネッサを4対2で破りました。延長の激闘を制したのはベレーザ、2大会連続13回目の優勝を果たしました。優勝日テレベレーザ、大会連覇、大会史上最多13回目の優勝を果たしました。